自宅でエクササイズをして変わりたいよって方におすすめな4アイテム紹介します。体を変える際にアイテムを使わないっていう場合もあるんですけども、できるだけやはり飽きないためにも、少し負荷を上げるためにも、エクササイズのバリエーションを増やすためにも、エクササイズグッズというのはとても大切です。しかし何でもかんでも買ってしまって、結局三日坊主で使わなかったりしてしまいます。そうなると新しいいいアイテムが出てもまた使わなくなるんじゃないのかなっていう気持ちが残ってしまって、結局買わなかったりします。それはいいアイテムでも買わなかったりしてしまうので、そういった自信をなくならないようにするためにも、便利なアイテムのみを買ってそれを使い続ける、それがおすすめです。で、今回アイテムの紹介、そして最後にアイテムを使った実践をやっていきます。最後まで見ちゃってください。で、まず1つ目、でん、ケトルベルです。このケトルベルは何に使うのかというと、全身を使う有酸素運動に使います。これを筋トレに使う人もいますけども、まあ、タートルおすすめしているのはこれを使って全身を使う息の上がる有酸素運動で使います。はい、次、でん、プッシュアップバー。これ使うとですね、バーベルとかなくても上半身がそこそこ鍛えられます。で、女性なんか特に手首が痛くなってプッシュアップできない人もいますし、体の位置がですね、分からなくてプッシュアップをして手首が痛い、肩が痛い、そういったことになりうるので、このプッシュアップバーがあるとしっかりね、安定した場所で行うことができます。で、次に手首とか足首に巻く重りです。この重さは2キロを使ってるんですけども、まあ、1キロとかね、1.5 とかもありますが、そういったのを使うときって、ただ日常的につけて歩くとかね、つけて家事するとか、そういった場合に使うんですけども、これはエクササイズで使用します。なので2キロとか 2.5 キロぐらいがベストです。で、最後、はい、ストレッチポールです。よくストレッチポールって検索するとフォームローラーとか出てくるんですけども、これはですね、ザスティックっていうところのストレッチポール、マッサージする棒になります。これがですね、すごく転がりがよくってですね、これはまあ60センチの分なんですけども、もう首とか背中とかこういった感じでね、背中も擦れます。で、太もももこうやって両方擦ることができます。こんな感じで内ももとかしっかりね、これね、擦れるんで、すごいおすすめです。まあ、お尻とかもね、もちろんこれでできます。こういった感じでお尻とかももの裏とかしっかりね、ほぐすことができますので、とてもおすすめです。はい、この4種目がとってもおすすめです。もちろんこれに何加えるのかと言われると、まあ、あとはバランスボールです。今言った4つがあればとりあえず全部できます。じゃあ1個ずつ使い方を紹介していきます。はい、まずプッシュアップバーなんですけども、できるだけ広いタイプがいいです。狭いタイプだとこの棒がね、斜めになってるやつとかもありまして、こういうまっすぐな体操選手が使うようなプッシュアップバーがおすすめです。これでですね、肩幅にして真ん中を持って足を伸ばしてしっかり低く降りて上がるっていう使い方で、二の腕背中がしっかり使えます。で、これでも慣れた方はですね、前の方を持って体をしっかり前に出して脇腹あたりに肘を曲げていく感じで使えます。この辺でこういう感じで、できるだけ体を前に持っていってこういう感じでプッシュアップが行えます。もちろん女性はですね、下の方を持って膝をついてお辞儀をする感じでプッシュアップをすることができます。これが手首でやってしまうと、体を下ろせば下ろすほど手首に負担が来るので、これはね、まっすぐ持つことができますので、これが
おすすめとなっております。あとはバーベルみたいに胸を使いたいよって方はこのバーをですね広めにしてですねしっかりこれで肘を曲げて起きると広いスタンスでできます。もちろん手首でもいいんですけども手首よりはここをまっすぐにした方がね力が伝わりますのでしっかり鍛えることができます。で次にこれケトルベルです。ケトルベルはですね両手で持ってしゃがんで上げるしゃがんで上まで上げるこういう感じでブランコのようにこうやって鍛えることができます。これをもちろん二の腕背中を使うためにこういうね使い方もありますけどもこれは家で痩せるためなので今みたいに振りながらしゃがむっていう全身運動に使ってください。はい、そしてこれ意外とこれよりもこっちを買っちゃったりするんですけどもこれよりこっちの方がいいです。というのもこれは持たなくていいので女性とかはやっぱり強く握ってしまって使いたい筋肉が使えなかったりしますのでこれは持たなくても手首に巻くとか足首に巻くことによって使えます。でも手首に巻くことによって二の腕をうまく鍛えれます。あとは肩周りゆっくり動かすことができます。また上にもです。こういう感じでゆっくり鍛えることができます。ついつい握る力が入ってしまうと上げるときは早く降りるときはストン、そういった使い方になってしまうのでその点こうやって手首に力が入らないように手に力が入らないように巻いて行うっていうのは効果的です。あとはこれを足首に巻いて行います。足首に巻くことで大腿直筋を使いながらエクササイズができます。あとは後ろに上げることで太ももの裏とお尻ゆっくり鍛えることができます。もしくは体幹鍛えるために多少負荷を上げることができますのでエクササイズがより楽しくなります。最後にこれ、これはまあ先ほど紹介したんですけども太ももの裏とかお尻そういったところをエクササイズの前後にほぐすことができます。これより短いタイプもありましてこれぐらいのサイズもあります。またあとは両方使ってるんですけども短い方はより強くねより強くほぐすことができるのでまあ、これはね、めちゃめちゃおすすめです。マッサージ、ストレッチも大事ですけども、この棒あったら、筋膜リリースもできるので、どっちもね、強くほぐすことができるので、これはめっちゃね、おすすめとなっております。どうでしたか？今の4アイテム。多分全部持ってるって方はまずいないと思います。もしくはどれも持ってないよって方ももちろんいると思います。この4アイテムで十分エクササイズが可能です。今後もこういったアイテムを使ったエクササイズも載せていきますので持ってない方はね、まあ、もしくは今年からエクササイズやるぞっていう方はぜひ揃えてもらえたらと思います。一応説明欄にはリンクを貼っておきますのでよかったらご覧ください。ということで今回はタートルおすすめな4アイテムの紹介でした。勉強だった方、頑張った方よかったらグッドボタンやコメントお待ちしております。ツイッターやってる方はですね、ツイッターの方の DM から質問とかもらえると返信することができますので、よかったらそちらの方もよろしくお願いします。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。